こんにちは、さゆきかなです。今日は私がニューハーフになってよかったなって感じたことについて話してみたいと思います。私自身がニューハーフになってあーよかったなって感じたことって実はあるんですけど、意外とこれがあったからニューハーフになってよかったなっていうよりは、私的にはこういうニューハーフになってから男性として扱われなくなったのが実は一番すごく嬉しかったりします。結構昔から学生の時から男性という枠で男の子っていう枠でいろんなグループ分けされてたりとかしてて、なかなかそれが私自身にとって結構苦痛だったんですよ。例えば年齢ちょっとバレちゃうかもしれないですけど、組体操とか小学校5年生の時にやったんですけど、汗まみれのさ体操服の上にさ手を置いてさピラミッドするとかさ、結構なんか男臭い競技に強制的に参加させられたりとかしたことがたくさんあって、その度に嫌だな、なんでこんなことにしなくちゃいけないんだろうってすっごく思ってたんですね。やっぱりさ、そういう男っていう枠にすごいとらわれるんですよ。その後も社会人になってアルバイトを始めた時も、君は男の子だよね、男だったらこっちの重い荷物を運ぶ作業をしてくださいって言われて、で男性ばかりがいる力仕事ばっかり担当させられたりとか、結構その何をするにしても男っていう枠の中にすごく押し込められていた気がして、でそれがすごく私が苦痛だったので、ニューハーフとなった今、男性としてではなく女性としての枠の中で扱ってもらえるようになったっていうのは私的にはすごく嬉しいことです。もう一つ分かりやすい方法で言うなら、女子トイレが使えるようになったことです。なかなか女子トイレって使えないので、今結構話題になってることなんですけど、私の男子トイレ女子トイレを使う基準っていうのは、周りがパニックにならない、周りが混乱しない、それが一番の正しいことだと思っています。私が自分で言っちゃうとあれなんですけど、私が自慢しているこの女性のなりで男性トイレに入ったらすごく混乱させてしまって、それこそ周りに迷惑がかかっちゃうと思うんですよね。でも今は女性トイレに行って普通にトイレを済ませて出ていくっていう一連の行為で、誰も私を何も疑わないですし、パニックにもならないですし、迷惑もかからないんですよ。なので私はそういう意味では女子トイレはの方を使った方がいいかなと感じています。もちろんいろんな意見はあると思いますが、そこは今は置いておきましょう。あといろんな可愛いお洋服が着れるようになったことです。人目を気にせずに、あと髪をこうやって伸ばしたりとか、女性にしかできないようなお仕事をさせていただけたりとか、そういう機会がもらえたりするのもやっぱりニューハーフになってよかったなと思うところの一つです。はい、今回はこんな感じでニューハーフになってよかったこと、嬉しかったことについて少し話してみました。途中ちょっと脱線してしまったところもあるんですけど、そこはご愛嬌でお願いしますまた次回動画どんどん撮っていくのでよろしくお願いします。また見てください。